どうしよう。今日のお昼はいっちゃんが学級委員会でよかったな。こんな顔してたらすごく心配かけちゃいそう。あ、さきちゃん、今日のパーティーにひな祭り用のアップルパイを。あれ、ほなちゃん。さきちゃん、何かあったの？ちょっと目が赤いよ。そんなことないよ。今日はひな祭りパーティーだし、すっごく楽しみに。楽しみに。それで司さんと喧嘩しちゃったんだね。うん、私の大事なおひな様のこと忘れちゃってて悲しくて。さきちゃんの大事な思い出だもんね。でも司さん本当に忘れちゃったのかな。え？私はそこまで司さんのことを知ってるわけじゃないけど、でもサキちゃんとの大切な思い出を忘れる人じゃないと思うの。だって司さんはサキちゃんのこと本当に大事に思ってるでしょ。それは、どうしよう、ほなちゃん。私お兄ちゃんにひどいこと言っちゃった。お兄ちゃんはいつも私に笑顔をくれたのに。入院してどんなに寂しくてもお兄ちゃんが励ましてくれたから大丈夫だったのに。サキちゃん、ひな人形だって私のために買ってきてくれたのに、私はお兄ちゃんにひどいこと言っちゃって。お兄ちゃん、今日ちゃんと帰ってきてくれるかな。ちゃんと仲直りして一緒にひな祭りパーティーしたいよ。せっかく元気になってうちでひな祭りができるのに、これじゃ入院してる時よりも寂しいよ。きっと大丈夫だよ。司さんのことだからきっと帰ってきてくれるよ。そうだ、メッセージを送ってみたらどうかな。直接話すよりもサキちゃんの気持ちを伝えやすいんじゃない？でもお兄ちゃんがお弁当忘れてたからメッセージを送ったんだけど、それも既読にならなくて。私からのメッセージを読みたくないくらいきっと怒ってるんだよ。だからごめんねって送ってもきっと読んでもらえないと思う。そんなこと、どうすればいいんだろう。司さんのことだから帰ってきてくれるとは思うけど、もし帰ってこなかったら咲ちゃんがひな祭りパーティーを心から楽しめなくなっちゃう。私に何かできることないかな。珍しいな。司先輩へ送ったメッセージにまだ既読がついていない。ひな人形のプレゼントはどうだったのか聞きたかったが、それは後日でいいか。司先輩のことだ。今もパーティーをどう盛り上げるか考えているんだろう。司先輩？ん？おお、トーヤ。昨日ぶりだな。トーヤのおかげで助かったぞ。ああ、お力に慣れていたならよかったです。あの、朝方にメッセージを送ったんですが、読んでもらえましたか？
お、メッセージ？俺のスマホなら今朝からピクリとも。ん？ないだと？そうか、家に置き忘れてしまったのか。なるほど、そういうわけだったんですね。メッセージを送ってくれていたのに悪かったな。それでどういった用件だったんだ？ああ、いえ、別に大した用事ではなかったんですが、司先輩と選んだひな人形がサキさんに喜んでもらえたかどうか少し気になったので。あ、ん？どうしたんですか？いや、実はサキと喧嘩してしまってな。サキさんと喧嘩？一体何があったんですか？今朝、新しい人形と古い人形を交換したんだが、サキに古いものの方がいいと言われてしまってな。あれこれ言い合ううちに喧嘩になって、そのまま投稿してしまったんだ。そうだったんですか？ああ、そんな顔するな。お前は全く悪くないからな。せっかく付き合ってもらったのにすまなかった。この礼はまた今度させてくれ。それでは俺は塾講がてらランチタイムに入る。トーヤもしっかり食べて午後に備えるんだぞ。ああ、司先輩、サキさんのひな祭りのためにいろいろな準備をしていたのに、どうにかできないだろうか。また明日会おう、友よ。もう放課後になってしまった。本来ならばこのまままっすぐ帰ってパーティーを盛り上げたいところだが。もういい、お兄ちゃんなんて知らない。あの時のことちゃんと思い出せるまで絶交だよ。サキと喧嘩したままの状態ではパーティーを楽しく盛り上げるのは不可能に近い。しかしサキのためにパーティーを盛り上げたい。今回のひな祭りを最高のものにしてやりたい。だが喧嘩をしている俺が言ったら、俺は一体何を忘れているんだ。校門まで来たが、どうしたものか。そういえば、今日は世界でもひな祭りパーティーをやると言っていたな。行く当てが決まらないならば、そちらの手伝いをした方がいいかもしれないな。M たちは、まだ来ていないのか。あれ、司くん。おう、ミクか。パーティーの準備を手伝いに来たぞ。わあ、ありがとう。とっても助かるよ。あっちでルカが飾り付けしてるから、一緒に。司くん、なんだか元気ないね。大丈夫？そんなことはないぞ。俺はいつでも順風満帆、栄養満点。ルカを手伝えばいいんだったな。行ってくる。あ、司くん。
ーカー、飾り付けを手伝うぞ。お、これはこっちに並べてる。人形を並べながら寝ているだと？みんな、あら、司くんじゃない。ちょうどよかったわ。ひな人形を並べるの手伝ってくれる？ああ、承知した。うふふ、ありがとう。それじゃあ、これはこっちに。なあ、それは三人勘定だから上から二段目に置くんだ。その人形は島台を持っているから真ん中だな。あら、そうなのね。ありがとう、司くん。ふんふんふん、ひな人形でわからないことがあれば何でも聞くといい。司くん、詳しいのね。じゃあ、この人形はどこに置くのかしら。ああ、それは、それは、ひな飾りの主役で、一番上の段に。つかさくん？ああ、すまない。ちょっと考え事をしてしまってな。ねえ、つかさくん。一つ聞きたいことがあるんだけど。聞きたいこと？なんだ？今日はさきちゃんのパーティーがあるって言ってなかったかしら。さきちゃんのところへ行かなくてもいいの？ああ、行きたいが、俺がいるとさきはパーティーを楽しめない。あら、どうしてなの？実は、今朝、サキと喧嘩をしてしまって。そんなことがあったのね。ボロボロの人形なんて嫌だろうと思っていたのに、なぜサキは。ああ、このまま帰っては、またサキを怒らせてしまうな。そうかしら。え？素敵なパーティーに大切な人がいないと、とっても悲しいって私は思うわ。それは。私なら、どんなに素敵なパーティーでも、みんたちがいないと楽しめないと思うの。でも、みんたちがいるなら、なんか一緒にいたいだけでも楽しい気持ちになるわ。だからきっと、さきちゃんのパーティーにも、つかさくんが必要だと思うわ。ルカ、お。全然嬉しくない！もういい！お兄ちゃんなんて知らない！あの時のこと、ちゃんと思い出せるまで、絶好だよ！だが、やはりさきは。あ、やっぱりここにいた。お、ねえねえじゃないか。どうしたんだ、そんなに急いで。望月さんが校門で待ってる。何か急用みたいだから、早く行ってあげて。ほなみが、急用？まさか、さっきの身に何かあったんじゃ。すまん、ルカ、飾り付けの途中だが。いいのよ、サキちゃんと仲直りできるといいわね。ああ、相談に乗ってくれたことを感謝する。さらばだ。はあ、ほんと、いちいちうるさいやつ。じゃあ、せっかく来たし、司の代わりに手伝おうかな。ルカさん、どこを飾り付ければ。うーん、ね、
寝てる。あ、つかささん。ほなみさっきは、さっきは無事なのか。うるさ。落ち着いてください。これが落ち着いていられるか。ほなみがわざわざここまで来たということは、先に何かあったんだろう。確かにさきちゃんのことなんですけど。やはり、一体何があったんだ。今朝、つかささんと喧嘩したことで、さきちゃんがとても落ち込んでいるんです。何？さきが落ち込んでいる？さきは、俺に怒っているんじゃないのか。さきちゃん、もう怒ってなんかないですよ。つかささんにひどいこと言っちゃったってしょげてました。それに今日のパーティーも、つかささんが来なかったらどうしようって不安に思ってるみたいなんです。さきが不安になって落ち込んで、俺はさきを笑顔にしたいと思っていたくせに、一体何を。いや、後悔は後だ。俺には行くべき場所がある。つかささん、どこへ行くんですか。決まっている。さきの元だ。行くぞ、ほなみ。我が最愛の妹の元へ。待ってください。ひんな祭り、ひんな祭り。さき、ひなあられを入れるお皿ってある？ひなあられに合いそうなのはこれかな。ありがとう。かわいいね、このお皿。えへへ、私のお気に入りなんだ。昔、お兄ちゃんが買ってきてくれて。さき、ねえねえ、しほちゃん、そっちの準備は大丈夫？料理並べ終わったよ。わー、すっごく美味しそう。ありがとう、しほちゃん。まあ、さきのお母さんが用意してくれた料理をただ持って並べただけだけどね。これで準備は全部？二人ともありがとう。あとはほなちゃんが来るのを待つだけだね。うん、委員会って言ってたけど、早く終わるといいね。そうだね。それにしても料理もお菓子もすごい量。結構並べたけど、これで全部じゃないんでしょ。あはは、お兄ちゃんが昨日いろいろ買ってきたみたいで、今日のパーティーを盛り上げたいって言ってくれてたから。さき、志保、やっぱりさき、司さんと何かあったよね。だろうね。喧嘩でもしたのかな。あんまり想像つかないけど。そうだ、二人とも見て、天魔家のひな壇、豪華七段組で超立派なのだ。確かにこれはすごいね。人形の着物も綺麗だし。でも
お雛様とお代理様だけ結構汚れてない？着物もちょっと破れてるし、サキが遊んでて破いたとか？もう、私はそんなことしないってば。このお雛様が汚れてるのは、お兄ちゃんが私のことを思ってくれてたからなんだよ。司さんが？うん。あのね、私が小さい頃の話なんだけど。今年もお雛様、お家で見られなかったな。お父さんとお母さんが買ってきてくれたお雛様のケーキ、すっごく美味しかったけど、お家で大きなお雛様見たかったな。どうしよう、悲しくなってきちゃった。ダメダメ、悲しい顔したりわがまま言ったりしたらお父さんたちが困っちゃうよね。サキ。お兄ちゃん、どうしたの？忘れ物？あ、うん、そう、ハンカチ忘れちゃって。ハンカチ？あ、これだね。はい、ありがとう、サキ。それじゃまたすぐ来るから。うん、またね。またすぐ来るって、また明日来てくれるってことかな。もう夕方だ。ひな祭り祝ってもらえて嬉しかったけど、やっぱり寂しいな。サキ！あれ、お兄ちゃん？どうしたの？また忘れ物？うん、違う。これをサキに持ってきたんだ。あ、これ、うちのお雛様？でも、どうして？その、どうしてもサキに見せたくて。全部は持ってこれなかったけど、でも、お雛様とお代理様だけでも先に見せたかったんだ。お兄ちゃん、もしかして私が寂しくないようにってわざわざ？けど、ごめん。来る途中に転んで汚しちゃって。先の大事なひな人形なのに。お兄ちゃん、お雛様よりボロボロになっちゃってる。あちこち怪我してて痛いはずなのに、それでも持ってきてくれたんだ。ひな人形も嬉しいけど、それよりもお兄ちゃんが来てくれたことがすっごくすっごく嬉しい。どうしよう、嬉しくって泣いちゃいそう。でも、ううん、私すっごく嬉しいよ。私のためにありがとう、お兄ちゃん。っていうことがあったんだ。それでいっちゃんたちにもこのひな人形を見てもらいたいなって思ってパーティーを開いたんだよ。そうだったんだ。いい話じゃん。ありがとう。お父さんたちが新しいの買おうって言ってくれた時もあったけど、このお雛様以外いらないってずっと言ってきたんだ。私にとってはこのお雛様が世界で一番大切なの。お兄ちゃんとの思い出のお雛様だから。だから新しいのなんていらないのに。ねえ、サキ、司さんと何が？ほなちゃんかも。私出てくるね。
突然すみません。トウヤくん？お、もしかしてパーティーに来てくれたの？どうぞ、上がって上がって。あ、お兄ちゃん、まだ帰ってないんだけど。いえ、俺は、サキさんにお伝えしたいことがあって来ました。私に？はい。差し出がましいことだとは十分承知しているんですが、ひな人形のことで喧嘩をしたと司先輩からお聞きしました。あ、もしかしたら何かサキさんの意に沿わないことがあったのかもしれませんが、ただ先輩は本当に一生懸命ひな人形を選んでいました。何年も前からサキさんを喜ばせるためにお金を貯めて準備していたとも話していました。そんなことお兄ちゃん一言も。結果的にサキさんにとっては良くないものだったのかもしれないですが、司先輩のサキさんへの思いだけは分かってもらえると嬉しいです。ああ、せっかく全員が集まるのだから必ずや素晴らしいパーティーにするぞ。お兄ちゃんはいつも私のために。なのに私は。ああ、サキ、サキって、お兄ちゃん、サキが謝るんだ。お兄ちゃんこそ怒ってるんじゃなかったの？そんなはずないだろう。悪いのは俺なのに、なぜサキを責めねばならんのだ。ホナミから聞いたぞ、サキが俺とのことで落ち込んでいると。え、ホナちゃんが？ああ、お前も心配してわざわざ俺の高校まで来てくれたんだ。あとメッセージのことは誤解だ。実は今日スマホを忘れてしまっていて、さっきから連絡が来ていたことも知らなかったんだ。え、そうなの？お弁当もスマホも忘れるなんて、本当にお兄ちゃんって忘れんぼだね。すまない、俺のせいでサキを不安にさせてしまって。それにサキの気持ちも考えず勝手にひな人形を取り替えてしまったこともそうだ。俺の独りよがりな行動でサキを傷つけてしまった。お兄ちゃん、俺はサキに喜んでもらいたい。あの時も今だってそうだ。しかし俺の行動はいつも先を悲しませてしまう。
これではお兄ちゃん失格だな。あ、そんなことないよ。あのね、お兄ちゃん、確かに私悲しかったよ。お兄ちゃんがあの日のこと忘れちゃったって思って。でもだからってあんなひどいこと言っちゃダメだよね。ごめんね。あ、すまない。そのあの日のことなんだが、俺が何を忘れているのか教えてもらえないだろうか。俺が病院までひな人形を持って行こうとして転んで人形を汚してしまって、サキがボロボロの人形を見て悲しんでいた記憶しかないんだ。俺に心配かけまいと悲しいのに無理に笑って。え、無理に笑う？私が？あ、そっか、そうだったんだね。お？違うの、お兄ちゃん。あの時私無理に笑ってたんじゃないよ。私、お兄ちゃんが来てくれたのが嬉しくて、嬉しすぎて泣いちゃいそうだったんだ。でも泣いたらお兄ちゃん心配しちゃうし、お兄ちゃんといる時は笑顔でいたいって思ったから、だからちょっと変な笑顔になっちゃったんだよ。それじゃあ、あの時さっきは本当に喜んでくれていたのか？うん、私本当に本当に嬉しかったよ。お兄ちゃんがボロボロになってまで私のためにひな人形を持ってきてくれたのがすっごく嬉しかったの。どんなに汚れててもボロボロでも、あのひな人形は私にとってすごく大事なものだったんだよ。さっき、だから新しい人形をお兄ちゃんが買ってきた時、あのひな人形のことを忘れちゃってるのかなって思って悲しかったの。でもそうじゃなかったんだね。お兄ちゃんちゃんと覚えてくれてたんだ。よかった。ああ、もちろんだ。サキとの思い出を忘れるわけないだろう。だが俺は大きな勘違いをしていたんだな。すまない、サキ。ううん、謝らないといけないのは私の方だよ。え？あの頃の私、心配かけないようにって我慢してばっかりだったもんね。本当のこと言えなくて笑顔で嘘ついて、だからお兄ちゃんが勘違いしても仕方ないよ。ごめんね、私のせいで苦しい思いさせちゃって。それからありがとう、私のためにお雛様たちを持ってきてくれて、とってもとっても嬉しかったよ。お兄ちゃんは私の自慢の大好きなお兄ちゃんだよ。さっき、さっき。うん、お兄ちゃん声が大きいってば。またご近所さんが覗きに来ちゃうよ。サキ、俺にとってもサキは最高で最愛の妹だぞ。そういうことか。サキと司さん仲直りできてよかったね。どうも、こんばんは。あ、こんばんは。つかささん、足早すぎです。ほなみ、走ってきたの？つかささん、すごいスピードで走っていっちゃったから。でも、あの様子なら
もうサキちゃんと司さん仲直りできたみたいだね。お疲れ様、ほなみ。いつもありがとう。サキちゃんに笑顔が戻ってよかった。あの、本当に俺もお邪魔してしまっていいんですか？もちろんだ。お前にはいろいろと助けてもらったからな。いえ、大したことはしてないです。オナちゃんも本当にありがとう。オナちゃんがいなかったらきっと仲直りできなかったよ。私は話をしに行っただけだけど、役に立てたならよかった。よし、それでは早速パーティーと行こうではないか。司会進行は無論この俺、アーマー×ペガサスと書いて。お、その前にお兄ちゃん。なんだ。お兄ちゃん、新しいひな人形持ってきてくれる？え、だが。あのひな人形もお兄ちゃんが私のために買ってくれたものでしょ。だったら新しいひな人形も一緒に飾ってパーティーしたいなって。ああ、そうだな。今日は二つのひな飾りでお祝いしよう。うん。せっかくだし、ひな人形と一緒に写真撮ったら。それじゃあ最初はサキちゃんとだね。サキちゃん、笑って。素晴らしい笑顔だぞ、サキ。もうやりにくいよ。司くん、ちゃんとサキちゃんと仲直りできたかな。サーム、まあ望月さんしっかりしてそうだし大丈夫だとは思うけど。ふふふ、ここ3日前ってことはお誕生日よ。確かにそんな気がするね。きっと司くんもパーティーを楽しんでいるんじゃないかな。そうそう、私たちも目いっぱい楽しみましょう。さてみんな、自分のグラスを持ったかい？うん、バッチリ持ってるよ。それじゃあ、ようこそルカ、お祝いのひな祭りパーティー始まるよ。乾杯。ふふふ、乾杯。